大阪府警にその集団でストーカー受けてる言うたら病院行け言われて、おい、むちゃくちゃじゃない、うん、どんなやつやとか聞けへんのですか、相手はどんなんやねん、うん、聞かへん、ひでえ話や、ストーカーするのはね、男性が女性ばっかりストーカーするのちゃうからね、うん、詐欺師がこう賢い人を取り囲んで、うん、盗みよんねんな、知的財産、それを言うたら病院病気や言う、なんでか言うたら警察が加担しとるから、だって詐欺もなくなれへんのおかしい思えへん、こんだけ監視社会やで、通信傍受もできて監視カメラだけで、なんで未だに振り込め詐欺とか言うてるんやろね、よう考えたらあれやもんね、今の市長もおかしいもんね、分かってて放置してるし、弁護士って考えたら悪人の味方やもんな、弁護士はね、弁護士の3分の2は左ですわ、あ、うん、3分の1は右、3分の2は左、まともな人右も左も嫌いやろ、今はだから左が牛耳っとんのやろな、大阪だから中国人とか優遇して日本人ばっかりいじめよう、テレビ見ても日本人ほとんど出てへんもんね、なんでか言うたら政治家もほぼあっち系ですからね、そう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 よ、韓国とか、ね、多いからね、韓国系の政治家なんか多いからね、在日多いね、だからあれはね、国籍をちゃんと発表せなあかんのですよ、うん、外国はみんなフランスでもどこでもせやけど、国籍は、うん、国籍を全部ちゃんと発表すんねんけどね、日本はしないでしょ、だから国籍はちゃんと発表せなあかん、ほんまやね、うん、おかしいんですよ、だから全部あっち側ですもんね、あの政治家って維新にしても、うん、考えたらもともと橋本市長の時もあれでしょ、吉本の新助に拾われたタレントでしょ、有名にしても新助言うたら、ま、もろあっち系でしょ、そう、新助が引退する時も孫正義となんか会食できたんがなんか良かったみたいなこと言うてたから、結局ソフトバンクもあっち系でしょ、日本人奴隷化計画っていうのがあるみたいです。ああ、ほんまにね、国会議員とか市会議員、府会議員、それは議員さんにはみんな国籍をちゃんとせなあかん。うん。あ、発表せなあかん。それと、あと宗教が絡むもダメですよね。ダメダメ、公民党なんか絶対ダメなの。うん。選挙違反の以外何でもないと思う。宗教無理やからね、うん、基本は。で、組織票って考えたら違法でしょ。違法や。あの、ノーノーと言えへんでしょ。うん。うん、ね、ね、公明党ね、ほんまに。生活保護を受けれるよ、公明党に言うたら。やっぱり、うん、そういう既得権益ができてるんでしょ。で、あれでしょ、
外国人を受け入れるんでしょ、そうやって。で、日本人がどんどん肩身狭い思いしていくわけでしょ。それにみんな加担すんねんね、日本人も声上げんと。バカみんなが、なんかあんたがね、生活保護を受けれるわ、なんか言うたら、こんな公明党さん、公明党さんいて、お前、先祖からの宗教あるやろ、なんで公明党に入んねん。キリスト教でもそうやけど、ちゃんとあんのに、ちゃんとね、ご先祖様からの宗教あんのに、ちゃんと入っとかないと。だから世界で日本人のモラルがいいんはそのね仏教が良かったからなんですよね。そんないじめたりとか全くないですからね。子供に教育教えて。そうだから明治維新とかあの時はすごかったんですよ日本人って。それが今やもうカルト宗教の方がデカなって思うけど、モラルもクソもあれへん。これ点読どうされます？あ、右で。右でね。はい。ねえ、おかしな日本になりましたね。おかしいな。どん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 変わっていってるよ。だって賢い人が迫害されて、アホばっかりがどんどん詐欺師のアホばっかりが力つけていくっていう。こんなマスク義務化もよう考えたらおかしいんですよね。自由やのに権力が強制する意味なんかないはずやのに。だって権力が国民の健康を思ってるんやったらまず医療費無料でしょ。無料なそのくせ金取って健康を守れとかなんか意味わからんことばっかり言うてるし、どうせお前らなんか健康とかどうでもええんやろ。どの辺がいいんですか？あ、その先、日の口右折で。あ、日の口右折で、はい。あ、世の中、変わった人いっぱいいてるからね。なんで日本人が声上げないんでしょうね、こういう不思議な。あの中国とか韓国もそうやけど北朝鮮もそうやけど同じ東洋やけど全く違うからね、考え方がちゃうね。ちゃう優しさもあんまないよね、あのね、向こうはね。ほんで仏教もそうやけど西から東へどん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 来て、ほんで日本でたどり着いて日本で成熟したんですよ文化が。それから全く同じ仏教でも違うで、全く成熟した日本でその日本におったその仏教でうまいことこう成熟してきたからね。だから日本人って優しいし、だから暴動も起こらないんですよね日本って。なんぼ悪性でも起こらないんです。起こらない。自粛してねえだから自粛しはるでしょ、だからしないんですよ。そういうのになんでこんな声上げへんのか ね賢い人が迫害されてそれを見て見ぬふりする日本人が本当理解できない。これ速度あそこのタワーマンションまで、はい、住み心地はどうですか。ここのここもストーカー多いわ。もう売り払ってヨーロッパに引っ越そうと思って。あ、ヨーロッパに。もうちょっとこの街はちょっと無理ですわ。もう優秀な人しかおらへん。中国系のストーカーも多いねんな。カップルでなんかつけ回すような。やっぱりヨーロッパで中国人が変な行動してたらね目立つでしょう。目立つ。でも良かった、ええ運転手さんに出会えたわ。あそこにまさかいてはるとは僕は思えへんかった。
ちゃんとした日本人がいてるんやって。